はい、こんにちは、スプレーアートのめちゃんです。ということで、ふと思ったんだけど、スプレーアートで宇宙を描くように、ここにパフォーマンスみたいな感じで、アクリル絵の具で描いていきたいと思います。で、とりあえず何分でいけるか、ちょっとやってみよう。3分で描くために、ちょっと準備する。やってみますか。OK? 準備で用意、ドン。白。青。次の青。あ、間違えた。これ、これ、あ、ちょっと待って、ちょっとストップ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、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 この青も入れよ。オッケー、ごめんなさい。よーい、スタート。これで、で黒も、じゃあ黒もこれかな。オッケー、間に合わない。間に合わない。これで、オッケー。だだだだだだ。で、こうで、ここにとりあえず、あ、動いちゃった。スプレーアートと同じ感じで、ここの枠のとこに、あ、無理だ、間に合わない。ちょ、あー、ダメだダメだ、星が間に合わない。いけんのか、同じやり方でいけんのか。あ、うるさい。2分で、うわー、出ちゃった。ダメだね。まあちょっとね、挑戦だね。はい、ということでね、こんな感じで2分だったんだけど、まあ、とりあえずね、もう一回ね、ちょっともう少しちょっと綺麗に惑星1個描いて終わらせたいと思います。で、アクリル絵の具のいいとこは、今これ今描いたばっかりでしょ、まだ乾いてないから、これがね、簡単に消せるんだよ。あ、とりあえずここでね、水、はい、水でね、ほーら、まあ、指でやってみる。ほら、落ちてきて、ほら。ほら。落ちた。落ちたね。ってな感じで、もう一個ちょっとこの上に、もう一回なんか地球見かけたいのを、もう少しちょっと頑張って描いていきたいと思います。最初と2個目どっちの方が良かったか教えてください。Let's do it! とりあえず、10分。10分でいこう。ティッシュで、こんな感じで。
あれこれ黒、あれ黒じゃん、青だよね。ちょっと濃すぎたかな、間違えた。ちょっと色の順番が飛ばしちゃったかな。まあ、ちょっと時間ないから、とりあえずね、8分なんだけど、あれなんか違うぞ。出ちゃったかな。なんかやっぱちょっと思ってたのと違うけど、まあいいや、もっとちょっと練習して、ここをちょっとじゃあぼかして、ここも黒にしよう、ぼかしちゃう。よし、なんか違うけど、ちょっとなんかそんな感じができました。これがサインして、1/40。 はい、ということでこんな感じで、まあ1枚目よりは多分絶対良くなったと思うけど、まだだと思うんで、ちょっともう少し練習していきたいと思います。ちょっとね、スプレーの方の仕事がね、12月まで結構忙しくなっちゃったから、ちょっとそれまでなかなか時間合間見て練習するみたいな感じだけど、ちょっと意識しながら生活していきたいと思います。 OK! ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。ね、俺も今日さっき知ったんだけどね、アクリル絵の具でまだこれ描いたばっかのやつだと水で消せるみたい。すごくない？知ってた？スプレーアート絶対無理だからね。ということで、ちょっと新しい発見もありました。ということで、アディオス、アミゴス。バイバイ。